アンドレイ・コンチャロフスキーは、ロシアの映画監督、アンドレイ・ミハルコフ・コンチャロフスキーとも表記される。父親は、作家のセルゲイ・ミハルコフ、弟は同じく映画監督のニギータ・ミハルコフである。1937年8月20日、モスクワで生まれる。父親は、作家、詩人で、ロシア連邦国家、ソビエト連邦国家の作詞でも知られるセルゲイ・ミハルコフ。 母親も詩人であり、コンチャロフスキーは同じく映画監督となった弟のニキータミハルコフと共に芸術家の家庭で育った。はじめはピアニストを志していたが、次第に映画に転校。その後、全ソビエト連邦国立映画大学に入学した。卒業制作の短編がベネツィア国際映画祭で賞を受けたことによって注目された。1965年。 黒沢明の作品に影響を受けて制作した長編少女作最初の教師を発表。翌1966年の第27回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品された。2作目の愛していたが結婚しなかったアーシャは検閲によって上映禁止処分を受け、ゴルバチョフによるペレストロイカによって1988年に初めて公開された。 同作は第38回ベルリン国際映画祭で国際映画批評家連盟の特別表彰を受けた。また、1960年代は同じく前祖国立映画大学の生徒だったアンドレー・タルコフスキーと活動し、タルコフスキーのローラーとバイオリニア、僕の村は戦場だったアンドレー・ルブリョフの脚本を共同で執筆した。1971年に チェーホフの同名小説を映画化したワーニャ白夫さんを発表。同年のサンセバスティアン国際映画祭で銀の貝殻賞を受賞した。1979年には女子史大作シベリアーダを発表。同年の第32回カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリを受賞した。1980年にはハリウッドでの映画制作のためにアメリカへ移住。 ナスター・シャキンスキーを起用したマリアの恋人や黒沢明の脚本をもとに制作した暴走機関車といった作品を制作した。その後、ソ連が崩壊した1991年にスターリン時代のソ連を描いた映写技師は見ていたを発表。1994年ので16年ぶりにロシアでの映画制作に復帰した。 1997年には、モスクワ国際映画祭で名誉賞を受賞した。2002年、第1次チェチェンフンツを扱った、を発表。第59回ベネツィア国際映画祭で審査員、特別賞を受賞した。2009年に制作した 3D 映画、くるみ割り人形は、批評家に酷評された。2014年、ビアクヤと配達人が第71回。 ベネツィア国際映画祭で銀次首相を受賞した。ありがとうございます。